おそら勇者、ジェットプリちゃんのジュアルパクティ、やってみた。それじゃあ、まあやり方っちゅうかあれを紹介していくんだけど、ちょっと紛らわスイーツなことを言うを。今喋ってるオラは、あの時の、さっき喋っていたオラでは、ない。そう。あの時喋っていたオラは、もう、いない。そしてこの後流れる、実況プレイ、あの筐体の前でやってきたオラは、昔のオラだ。紛らわスイーツで何言ってんのかわかんないと思うんだけど、あのプリティケの QR コードとかあのパクトコードちょっと映っちゃったとしても見ないふりしてくれよ。まあどの道ね、あのちょっと斜めとかに映ってもどうしようもないレベルだけどね、うん、まあいいや。というわけでまずはスイッチオン。ああ、サウンドバイ、眩しい。はい、3回だ。間違えちゃった。3回目は外でやるときだ。2回目だ、貯めるときは。はい、はい、はい。こんときに、そう、言ってるこの言葉を聞くんだ。あの要はプリパラの時の、あのどうしたの、急に外人っぽくなっちゃって、プリパラの時のサイレンパクティ、あれあのほらお店で質問されたのに答えるやつ、こういうコーデがいいな、選んでよってやったじゃん、あれだ。そう、今ラブラブなコーデってことは、つまりはラブリーな、まずはティップスを読み込むっちゃ、読み込むっちゃ、読み込むっちゃ、いっちゃー、落ち着くんだ。ちなみにこれ、こういうおもちゃの特徴なんだけど、読み込み方次第じゃ違うものが読み込まれたことになっちゃうから、いい感じにストンって入れるんだ、ちゃんと。トップストップストップ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 、よし、あった、これでいい。ちょっと置くとこに困るな。よし、行こう。ゆっくり入れると、あ、ちゃんと反応してくれた。なるべくこのまっすぐ固定できたらシュッって入れるんだ。まあ今のはボトムスじゃないから反応したんだけど、下手な感じに入れちゃうと、ボトムスを入れても、これはちゃんと反応してくれた。そう。特にあれだ、筐体から出てくるあの、パクトコード付きの、あそこら辺が結構あの、プリチケがほらグニャンってなってるから、あれのせいで読みづらいのもあるんだろうね。よいしょ。はい。ときめき。はい。順調だ。よいしょ。はい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 。わかってる。はい。急に喋るんだもん。二人で喋ってるんだもん。まあこんな感じで5回繰り返すんだ。ちなみにクールデを読み込むときは1回ごとにつけたり外したりするんだ。そして電源つけてなかったよ。そして、スタンバイ。はい、だもん。お店の方に行ったら、まあ、とにかく、うるしゃくて結構聞こえないんだ。だから、電源をつけたら、
1、2、3、そして青くなったのを確認だ。そうだもん。どんくらいだもん。はい。でここを3秒長押しだ。ただしここだ。ここがちゃんとあのマルチスキャナーの真ん中らへんに行ってないと大惨事だ。でそこで3秒押すと。っていうことだろう。そう、これを関係ないとこに当ててやっちゃうと、まあ要はあれ？今溜まってるパワー。うん。ってことになるんだろう。辛いね。まあいい。で、あの、なんだっけ、ラブラブなクロールでって言われたらラブリー。面白い、ん？面白いかな？って言われたらパップ。かっこいいって言われたらクロール。で、キラキラって言われたらキラチケなのかキラレアなのかよくわかんないけど、まあ、そういう感じでね。あの、他にもなんか何パティーンかあるんだけど、あとは雰囲気で。雰囲気が、なんとなくなんだけど、下から下っていうかこんぐらいの角度で入れるとスッと入るような気がするわ。さて行くぜ野郎ども。エンゴーズ。え、どっちに動いた？ん？ あれ？ あれ？まあ、あれだ。マルチスキャナーキャメラのとこに赤外線みたいなのがちゃんと当たんなかった。それだけだ。ね、あれちょっと、あれもうなってるのに。楽しい Tips。 これ使えるかな。いや、やってみなくちゃわからない。わからなかったらやってみよう。楽しい Tips バイジータスロットイン。あらー。
五段だったの？ユニバースミッションロックダウンなんだけど。じゃあ次ボトムズ行こうか。ボトムズはゾイドワールドバトルカードハンター第2弾のワールドレアファンクタイガーダウン。行こう。スロットてかもともとこれプリティケだからな。行こう。スロットイン。秋なの？すごい。はい。シューズはピコルタンダオ。うん、ピコルタンちょっとヘアアクセ取っちゃってるんだけど、行こう。スロットイン。あ、夏？暑いからね。はい。ヘアアクセはこれだ。アルティメットブースターパック限界突破の究極三水のフュージョン悟空さだ。行こう。あー、これレア度高いからあんま入れたくないんだけどな。はい。ジュエル第三弾だったのか。はい。というわけでパックチクロリ月のプリティケを持ってなかったら最悪スーパードラゴンボールヒーローズとジョージワールドバトルカードハンターでなんとかなるからな。だがしかしこいつらが全部通るかっていうとそうじゃなくて、結構一平試した中でもここのメンバーしか今のところオラの試した中じゃあ通らなかった。なおかつ入れる速さとかあとは左に寄せたり右に寄せたり、あーとなんだろう、なんかとにかく絶妙なタイミングで入れるとなる。ちなみにベジータはワンピースにもなったりするよ。ドラゴンボールなのにワンピースになったりもするよ。そんな感じ。とりあえずベジータ3種類くらいになったわね、うん、まあファングタイガーはもともとプリティケだからなんとなくわかるけどね。まあとにかくそんな感じ。もういろいろ遊べばいいじゃん。で、あのちゃんと読み込ませたかったらいい感じのタイミングとそのなんかいろいろ身につけるんだを練習して。というわけでチャオだ。